ヘロヘロハスですね。紹介を受けています。WBA のフェザー級チャンピオン、まあ、スタイリッシュで強い選手ですね、はい、これクリサント・エスパーニャですね。アイコーティにタイトル奪われましたけれど、まあ、ベネズエラ出身ですね、はい、カムバックしないんですかね。これいい選手だったんですけどね。まあ、ベネズエラ数々の名チャンピオンを生み出しています。今日もベネズエラ人同士の対戦です。こちらがアリミ・ゴイティア25歳、変わったヘアスタイルしてますね刈り上げ君ですよね。そうですね。この黄色のトランクス、こちらがアキレス・グスマンです。こちらパンチパーマ君です。まあ天然なんでしょうけどね。サイドを少し刈り上げております。さあどういう試合になりますか。ランキングはグスマンが10位、もちろんゴイティアはチャンピオン。あの92年9月ですね、グスマンがキン・ヨンガンに勝った時、私韓国行ってたんですよ、まあ、あのキンが楽勝するだろうな、相手のグスマンレコードもあるし、したら様子がおかしくて、ずっとグスマンがですね突進してポイント重ねていくんですね、はい、でキン・ヨンガンがですねこれじゃいけないって打ち合って、そしてまたアウトボクシング切り替えて、またこれじゃダメだって言って打ち合ってですね、で結局ズルズルっと負けてしまったんですね。だからグスマンっていうのはタフで、そして手数がよく出ますね、スタミナがありますね、さあ間もなく試合開始です。WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、黄色のトランクスがアキレス・グスマン、赤のトランクスアリミ・ゴイティアです。あのレフリーは悪名高いジョン・コイルですよね、はい、あの平中選手がですね孤児と戦って、もう何度も言いますけどね、ノックアウトしそうだったのにそれストップさせて、それで平中のノックアウト勝ち、邪魔したレフリーがこれですね、はい、va a tener que trabajar mucho con el upper porque en su contrario es bajito, es pequeño.まあやっぱりグスマンが下の階級から上がってきたせいなのか、はい、体の大きさが全然違うような気がしますね。ああそうですね。またゴイティアがこのクラスにしてはですね背が高いですしね、はい、もうこの体でどこにあんなパンチがあるのかなと思うぐらいですね、やはり体のしない気化して打つからパンチあるんでしょうね、はい。右のストレートをボディへ、アキレス・グスマン。2ラウンドまでのノックアウトが6つあるんですね、休憩号のうち6つですよね、鋭い右のフック、これはかいくぐっていますが、アキレス・グスマン相手に対して怖いものを感じたのではないでしょうか。あの左アッパーっていうのが強いんですね。あそうですか、まあ、左ストレートも強いんですけど、おーと左いかん、左のアッパーでしょう。そして右をフォローしたんですが右は当たっていません。さすがにパンチあるんですね、ちょっとコンビネーション早かったですね。鮮やかなパンチを見せました。しかしすぐ立ち上がったグスマン、試合は続行されます。さあこの1ラウンドで終わるか、鋭いパンチを繰り出していきます。アリミ・ゴイティア、クリンチで逃げます。紙一重でかわしているというようなグスマンです。グスマンも今までとは違って入れないですね、下から横から突き上げてきます。アリミ・ゴイティア、おっとストレートは当たっていません。非常に怖いパンチです。
左の打ち下ろし、右のフック、容赦なく飛んできます。この辺りも当たれば本当に怖いパンチ。第1ラウンドダウンを奪って、おっとカウンター当たった、クルンチです。また左当たりました。これゴング、アリミゴイキア、アキレス・グスマンから早々とダウンを奪っています。まずポイントは10対8ですね、はい、ゴイティアのポイントですね、チャンピオンの。あ、すごいパンチですね。振りは小さいんですけど、ポイント捉えてますね。強いパンチ、そのパンチで第1ラウンドダウンを奪っています、チャンピオン。第2ラウンドに入りました。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチです。このチャンピオンゴイティアのですね、あのマネージャー、まあ有名なラミロ・マチャードマネージャーなんですけれど、はい、いろいろこのゴイティアの噂聞いてたんですよね、もうプロ5000ぐらい本当に強いっていうこと聞いて、だからそんなに強い選手だからもう筋肉隆々のですねハードパンチャーかと思っていたらですね、こんなスラーッとしたタイプだったんですね。アマチュア時代もほとんどノックアウトで勝ってるらしいですね。まあ、その国々 の、 そのタイプがあると思いますが、どちらがそのベネズエラらしいタイプですか。まあ、両方ともベネズエラの典型っていうのからはちょっと違うんですね。そうですか。ベネズエラっていうのはもうテクニシャンですね、デビッド・グリマンとかですね、エロイ・ロハスみたいなタイプが多いんですけどね。確かに外れてるようですね。このゴイティアっていうのは本当の倒し屋ですからね、あーとボディブロー、左ボディブロー、赤のトランクス、アリミゴイティアチャンピオン。まあチャンピオンのゴイティア思いっきり振ってますけど、グスマンの方も中間距離だと危ないということで思い切って入ってきましたね、はいはい。まあ、危険ではあるんですけどね、危険ではあるんですけど、その危険をもう、あーっとカウンターになりました、マッダウン。あー、ちょうど入っていこうとするところですね、まっすぐですね。腰がストンと落ちました、アキレス・グスマン、2つ目のダウン。かといって離れてしまうともっとパンチ伸びてきますから。さあ、スタートからチャンピオンペースで試合が進んでいます。もうすでに2つのダウンを奪いました、チャンピオン。勇敢にも入っていきます、アキレス・グスマン。アッパーを繰り出していきます。ただグスマンもですね、右フック叩きつけましたけどね、はい、あ、ボディを打とうというところ、ほわーと左左肩越し、いいタイミング持ってますよ、強いのはやっぱり左ですね。右っていうのは距離測定用に手を伸ばしてるだけですね。これは左はですね、左ストレートでも出ますし、左アッパーでも出るんですね、はい、ああ一生懸命入ってますね、はい、だから入っていきます。あとここでゴングです、ここでゴングです。第2ラウンド終了です。このラウンドもダウンがありましたから10対8ですね、はい。毎回一度は言いたいんですけどね、まあ、ダウンシーンが出ると思いますけど、採点基準です。まずあの有効なクリーンヒット、2番目にですね有効な構成、3番目、防御技術、4番目がリングデナラルスイップ、すなわち、ペースポイントですね、はい、その基準で採点していきます。海外ではできるだけクロスしたラウンドも10対9に振り分けると、はい、日本の場合は10対10を許す、はい、その違いがあります。今のは有効なヒット、しかもダウンを奪ってますね、はい、10対8ということになりました。まあ、通常ダウンがあるとですね2ポイントマイナスで10対8ですね、はい、ただしそのダウンされた側がそのラウンドダウン以外を徹底的に支配してたような場合、そのラウンドは
ダウンがあっても10対8でなしに10対9になることもあります。さあ第3ラウンドです。左右に体を揺すっています。アリミゴイティア、左のストレート、左を叩きつけていきます。しかし前進するグスマン、グスマンもよく浜さん出ていきますね。グスマンはまたその方法が一番いい方法ですよね。なるほどね。まあその時の危険はありますけどね、はい、その危険を承知でもう一踏み込み入るとゴイティアの左のストレート、伸びるストレートが死んでしまいますからね。なるほど。後ろに下がる、あるいはその振りにとどまるでは、グスマンにとってそれは良くないわけですね。そうなんですね。相手のペースになってしまうわけですね。ただまあ中に入っていくというのは勇気いることなんですよね、あの左が迎え撃ちます。アキレス・グスマン中に入っていきます。迎え撃つゴイティア、左右長身から繰り出していきます。アリミ・ゴイティア、おいごよく入ってきましたね。ゴイティア入られてますよ。だから入った。さあグスマン、これがファイター、グスマンの真骨頂ですね。少々打たれても入っていくんですね。自分の距離まで入っていきます。アリミゴイティア、失礼、グスマン、アリミゴイティアはなんとかこれをかわそうという感じになってきましたが、いや一生懸命ですよ、ゴイティアも。なかなかグスマンの突っ込みが止まらないんで、すごいですね。ちょっと慌てがちなところですね。慌てている感じが伝わってきます。アリミゴイティアチャンピオン、今のパンチも当たってましたね、はい、ダウンをもうすでに2つ消しているということもありまして、非常に積極的になってきています。アキレス・グスマン、まあ、ただグスマンも攻めないとまた自分も危ないですからね。そうですね。第3ラウンド終了です。このラウンドはちょっと難しいと思いますね。パンチの効果っていうのを見るとですね、その数少ないんですけれど、ゴイティアの方がチャンピオン、背の高い方有利かと思いますけど、後半かなり手数出してきましたね、ええ、このラウンドは挑戦者グスマンのポイントにつけたいと思います。ベネズエラのマルガリータで行われています。ベネズエラ同士の対戦、アリミ・ゴイティアチャンピオンとアキレス・グスマンの対戦です。マルガリータで WBA 総会が行われたこともありますね。ああそうですか。これこのリング、マットに書かれているのがその地図なわけですね。このように足元に地図が書かれています。でマルガリータという文字も入っています。おそらくそうだと思うんですけど、そうですちょっと心配になります。そうです。オリブロット、これはエルボーのガードの上、ブロックの上だったんですが、一旦交代しました。アキレス・グスマン、また改めて入っていきます。このゴイティアっていうのはファンマルチン個人的ですね、はいはい、左アッパーがですねどんどんスムーズに出るんですね。第4ラウンド半分が経過しました。
浜田さん、それにしてもこのショートレンジの攻防はすごいですね。よく両者とも手が出てきます。そうですね、ちょうどゴイティアの場合、その瞬間に左ラッパーよく打ってますからね、その左ラッパーがいい角度で入っていますけど、はい、このグスマンは、挑戦者グスマンはタフですね。いや、本当にチャンピオンのゴイティア、四角してきましたよ。はい、いや、聞いてないことはないんですよ。もう我慢しながら前出てるんですよ、だから今トランクスちょっと下げて一呼吸置きましたけどね。苦しいながらもう前、ね、そこがやはりベテランの味でしょう。なるほど。30歳のアキレス・グスマン、そして25歳アリミ・ゴイティア。ね、切りましたね。切りました、切りました。ちょっと赤く見えています、左の目尻、まぶたのあたりでしょうか。これだけ、そうですね、出ていったらああいうカットも起こりうります。ゴイティアは純粋なボクサータイプじゃないんですね。この辺のサイドステップ、左右への動きを見てもちょっとぎこちないところがありますね。はい、第4ラウンド終了です。まあ、このラウンドはチャンピオンゴイティアですね。間合い取って相手の出鼻を叩くっていうのがこれ得意の戦法ですね。いいパンチが当たるとそこでパッパンパッパンと畳みかけてしまうんですね。さあ、第5ラウンドです。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、アリミ・ゴイティア対アキレス・グスマンの一戦。左の目のあたりカットしています。挑戦者アキレス・グスマン、ボディフロー出てくるところボディにアッパーを持っていきます。ゴイティア、グスマンの方もリズム乗ってきましたね。はい、またちょっと出血が始まったようです。小柄な体、それを利用しました。中に入っていきます。ローブロー、注意だけです。ナイスポー、チャンピオンです。ミノストレート、いや、しかしいい感じで当たっても入ってくるんで嫌でしょうね。そうでしょうね。黄色のトランクス、グスマンくぐっていきます。また行きました。アッパーから入っていきます。チャンピオン、おー、飛び木、右を持っていきました、グスマン。左を出します。随分出血がひどくなってきました。第5ラウンド半ばです。ここで時計を止めます。ドクターチェックですね。はい、ちょっとそうですね、だいぶひどくなりました。どういう判断を下しますか。どうやら続行できそうです。試合続行されます。WBA の本部があるベネズエラでですね、ベネズエラ人同士の世界タイトルマッチですからね。だからこれをどういうふうに試合管理するかっていうのは、そこも一応 WBA の方針が出てくると思いますからね。一回ドクターのチェックが入っています。目のあたりをカットしました、アキレス・グスマン。どんどん出ていきます。レフリーはグスマンの方ばかり見てるような感じがあります。カットしたところは気になるんでしょう。しかししつこいですね。しつこいですね。出て行っています。ご覧のように左の顔面はもう真っ赤になっています。ショートレンジ、ミドストレート積極的です。いや、よく入りきれ、切れてますよ。互いにブロック、あるいはそれをかわしながらパンチを繰り出していきます。第5ラウンド、
左の、おっとこれは空振り、しかしその後体をつけてきます。あ、またタイムです。また時計を止めます。あ、ここで試合終了です。続行は不可能と判断しましたレフリー。試合をストップさせています。試合を止めました。これはゴイティアの5ラウンドテクニカルノックアウト、そうですね、ということになります。まあ、スペイン語でいうあのノックアウトテクニカルですね、はい、テクニカル、あ、言ってますね。ずいぶんざっくりと消えてしまったようです。まぶたですね。これがマチャードジュニアですね。まぶたというよりもすぐ、眉の下のようです。そんなにパンチが強いのかなっていう風な感じのするですね、打ち方なんですけどね。ここで体のしないですね、効かしてんでしょうね。アリビ・ゴイティア、チャンピオンが防衛に成功です。これで初防衛ということになります。これで13戦全勝 10KO になりましたね。そうですね、WBA のベルトがまた腰に戻ってまいりました。チャンピオンアリミ・ゴイティア。